のんちゃんに会いたいな。都会、うん、まあね、都心だからね。高架下っていうの、高速の下だね。都会は別にいいもんでもなんでもないよ。都会羨ましいっていう人いるけどね、リスナーさんで。お、のんちゃんだ、わだつ。いや、今のんちゃんに会いたいなと思って。顔痩せ、そうだね、体重7キロ絞ったから減量してるんで、今のんちゃんに会いたいなって言ってたの。のんちゃん調子悪いんじゃしょうがないよね。後で行く？お、いいね、のんちゃん来てくれんの。今体重75キロっすね。75キロ。いやー、飲みは今ビール1杯半ぐらい飲んだけど、ほろ酔い。でもまあカラオケで汗かいたからそんなに酔っ払ってないけど、もうちょい絞りたいなと思って、60キロ台後半でもいいかなと思ってますね。ゴルゴワード2、60キロ台後半が筋肉の量あったらベストな体重だなっていうのが自分の直感。まだ脂肪が残ってるから、筋肉量がそんなにあるわけじゃないからね。前よりはあるけど、前だとね66キロとかでも全然痩せ方だったんだけど、ワドさんって有名なの？うーん、どうだろうね。まあそこそこ有名なんじゃないかな。それは周りの人に聞いた方がいいよ。俺から俺が有名だっつってもね、主観が入ってるから、リスナーさんに聞いてみれば、周りの人。あ、そうですね、脂肪はまだ残ってますね。脂肪だいぶ落としたけど、まあ全然いいよ、知らなくて。みんなね、最初は初見さんだから。最初はみんな初見さんだよ。でもリスナーさんからしたら大手かどうかなんか関係ないかんね。そいつが好きかどうかだから。大手だから好き、過疎だから嫌いとかないもん。ああ、ありがとう、ラクダさん、ありがとう。まあ、ふわっちの中ではね、いい方な部類じゃないの。ニコ生とふわっちでは、まあまあ、トップとまで言わないけど、そこそこいいところ行ってるんじゃないかな。手前味噌で申し訳ないですけど。ステッカーぜひ買ってください。高いですけど。モンタンと復縁、あ、ありがとう、バーガー、ありがとう。
れだな、酒飲むと後頭部がやっぱ痛くなるな。多分体に合ってねえんだろうな、後頭部がボヤボヤするつうか痛え。酒はやっぱ合ってねえんだな。肩さんはこつ体に合わねえんだろうな。オウムとか幸福の科学、幸福の科学はそんな詳しくないかな。まあ、オウム真理教の話、うん、世代的に知らないのかな、かずみさんは。まあその、もうそう、なんて言うんだろう。例えば東日本大震災の時のニュースとかを見てる、体験してるはずなんだけど、あれよりも、あれを1ヶ月間ぐらいずっと引っ張ってたぐらいの一大事件だね。簡単に言うと国家転覆を狙った組織なんだよ。国家転覆。未だかつてないことなんだよね。その近代国家でその宗教団体が国家転覆を狙った事例って聞いたことないでしょ。それを実際行った組織だね。本気で自分たちが国家元首になろうとした人たちだから。まあ江戸時代とかだったら大名になってただろうね、間違いなく。時代が悪かったんだ。江戸時代には大名かないか。そっかそっか、戦国時代か。江戸時代の前だね。江戸時代に大名はいるんじゃないの。大名行列とかあったわけだから。ゆいこさんいらっしゃい。国を変えるのはもしかしたら宗教。いや、あのね、宗教は無理だね。宗教では国家は変われないですね。宗教ができるのは思想を変える、生き方を変えるところだけだよ。今都内でね、幡ヶ谷の方だね。幡ヶ谷、キリスト教とかね、今ある宗教でも出尽くしてるんだよ。いやー、トレーニングやろうかなと思ってるけど、何時頃やるのか決めてないかな。家のガスが止まっちゃって今お湯が出ないから風呂入れないんだよ、トレーニング後に。ワカメさんいらっしゃい。今月のノルマだよ、554発は。今月これくらい達成したいなっていうノルマ。花火のね、さっき一発もらったが多分ね553発。あと
でもそんなに難しい数ではないかなと思ってるけど。まあ大口のね、囲いさんがボーンって上げてくれたら30万、そう、30万目標。リアトツ行きたいんですが、ゆいこさん東京の方だったら、もしよかったら旅配信始まって、4月10日から旅配信やるんで、東京の方ですか、4月10日にリアトツしてもらえるとすごい嬉しいですね。4月10日、1万人リアトツの旅なんで、リアトツは4月10日からっすね。収入最高金額は25万いかないぐらいかな、24万8千円ぐらい、24万8千円ぐらいですね。1万人リアドツまで帰れませんの旅。大手になりたいんだよね、俺は。誰しもが認める大手になりたいから、誰もやったことがないことがいいなと思って。前代未聞なことがやりたいんだよ。不可能なんてないっていうのを証明したい。今日、今からですか。どこら辺にいらっしゃるんですか。今どこら辺にいらっしゃるんですか。僕は今新宿と渋谷の境ぐらいなんですけど、多分3年ぐらいかかるだろうね。俺もそれぐらいだと思ってる。3年ぐらいかかるだろうなと思って。今新宿のどの辺ですか。僕西新宿の方ですよ。ゆいこさん、新宿のどの辺ですか。甲州街道、甲州街道ってどこのことだろう。車ですか。車ですか。何もかからない。いや、かかんじゃねえかな。結構難しい。後半厳しくなると思うよ。彼氏もいらっしゃい。後半厳しいでしょ。減らるは減らるだろうな。
クソ面白いじゃん。帰ってきたら知らない人住んでたらめっちゃ笑うわ俺。ドラマチックで古谷実の漫画みたいじゃん。あ、僕携帯番号持ってないっすよ。携帯番号持ってないっす、ごめんなさい。僕あの携帯電話かけられないっす。 LINE しかできないっす。 LINE は僕のあのマイページにあのリンク貼ってあるんで、そっから LINE は登録できますけど、歩きでくんのきつくねえか。どの辺りで待ち合わせって言ってもらえれば近くだったら行けますよ僕。スネオさんいらっしゃい。文鳥はのんちゃんが預かってくれる。どこら辺行けばいいんだろう。駅の方行けばいいのかな。今ねちょうど新宿と渋谷の境の交差点のところいるんだけど、どうすればいいんだろう。浅井さんはどうなる。空き缶を拾い続けるんでしょ浅井さんは。日曜日と水曜日にカラオケをやって空き缶を拾い続けるんだよ。浅井さんはタフだから大丈夫だよ、全然全く問題ないよ。今新宿、あ、近いじゃないですか。どこで待ち合わせます。じゃあ、よいこさんどこら辺って言ってもらえれば行けますよ、僕。どこにします。そんな遠くないっすよ。なんだ、職質か。場所指定？一番近い最寄りのなんかでっかい建物なんですか？よいこさんの。多分僕の方が遠いんで、そこに行きますよ。西新宿の最寄りのでかい建物。どこがいいんだろう。中央公園にします？じゃあ、よいこさん。中央公園。じゃあ中央公園の滝の前で今から行けますね。いやだから電話持ってない俺、 LINE しかない。
ゆうこさんは何目的のリア突なんだろうね。何目的か教えてもらう。例えばその格闘技をやっててねえ、教えてあげるとかだったらねえ、グローブとか持ってくるけど、何目的なんだろう。もう別に怪しくなくない？普通に会いたいっていう。そしたら教えてもらえるかもしれないじゃん。普通に会いたいだけなのかな。今歩いてます。了解です。ゆうこさん何目的リア突なの？単純に会いたいだけですか？怪しいか怪しくないかで言ったら 100% 俺の方が怪しいかも。 100% さ、パソコン持ってこうやって歩いて喋ってるおっさんいるんだよ。俺の方が怪しいだろ。職質対象でお前だよ怪しいのはって。便利そうな場所。いや便利は便利だよ。何でも揃うもん、金があれば、うん、東京は金があったら面白い街だよ。いい女もいっぱい出会えるよ。便利は便利だけど、便利イコール幸せじゃないから。何目的リア突なんだろう。全く意識してないかな。星島くん1話読んで苦手だわと思って全然意識してないよね。
どんな人なんだろうね。男の人か女の人かも分かんないし、いくつぐらいの人なのか全然分かんないね。牛島くんを意識するってすごいよ。しねえだろ。シャドウしないの。あのお風呂のガスが止まってるからシャワー入れないから、うん、汗かいた後シャワー入れないの嫌だね。ひろゆきの方が似てるだろうね、多分ね。ヤバゾウさんいらっしゃい。毎日言われるからもう嫌になってきた。そんなに似てるかな。未払いで止まっちゃったんだよ。オーキャヌさんはどつ。昨日ありがとね、盛り上げてくれて。今からリスナーさんがリア凸にいらっしゃるみたいで、何凸なのかも全然わからないですけど、コメントなくなっちゃったね、リア凸のリスナーさんの。なんだろう、配信者で宣伝したいとかそんな感じなのか。それだったら全然ウェルカムだけど。歩いてる。何凸なんだっていうね。ヒゲとメガネの形。ああ。でもヒゲ俺昔からこれだし、丸メガネも昔から丸メガネじゃんね。今更感がすごいよね。語り合えばいいのかな。語り合えばいいのかな。謎だよね。いや、リスナーさんに会いに行く。よいこさんって。お、風船ありがとう、猫。アイテムありがとう。よいこさんが今、西新宿にいて会いたいっていう。喜んで、って。今日かっこいい。そう。すげえ、俺の好きなタリーズの。こんなにタリーズだけの自販機見たことある？みんな。すごくない？これ。格変すぎるでしょ。
笑うわ。俺タリーズのコーヒー好きなんだけど、着いた、もうすぐ着きます。僕すげえなこれ、タリーズタリーズタリーズ、どんだけタリーズ推してよな。ああちょうどよかったかもな。すごいよね、マーシャルさんいらっしゃい。タリーズうまいね。コーヒー、ブラックコーヒーをほんと変えたよね、タリーズは。タリーズはうまい。ちょっと今日あったかいよ。春一番吹いてて20度だったのかな。うん、暖房いらない、全くいらない。国運タワーのところじゃない、国運よりもずっと先、都庁の方バーッと歩いてった方、西新宿5丁目の方店長の謝罪突だったら笑うよね。ぜひまたいらしてくださいって、うん、ちょうど店も終わった時間だしね。店長リア突かな。マーシャルめんどくさいそういうのおい、お疲れ、ドンさんいらっしゃい。何が違和感なのかよく分かんない。気持ち悪いなこいつ。もう目の前、もう目の前、もう5分もかかんない、目の前だから。1分だよ。
中央公園行けますか。夜中の中央公園に。人が寝てる？え？そうだ。ホームレス禁止なんだけどな。すげえところに寝てるな。新手かな。初見さんいらっしゃい。多分ルール知らないんだろうな。すぐ追い出されちゃう。今日風呂のガスが止まってるからシャワーに入れないんだよね。真水だからさ。結構歩いたな。40分歩いた。そうそうそう、未払いですね、ガス代を。明日払う。どこら辺にいるんだろう。見当たらないですね。あ、ありがとう。フォローありがとう。え、いないけどな。どこだ？見当たらないけど。ん？どこにいるんだろう。いないね。釣られた俺。どこら辺だろう。見当たんねえな。中央公園なんだけど、リスナーさんがここで待ち合わせっつったんだけど、いないね。いないな。どこだろう。ん？どこだろうね。タバコ吸うか。タバコ吸います。どこだ。あ、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。日課になってる俺の配信見るの、うん、ないね。歌舞伎町の満喫にいるんだ今。西新宿ですよ僕は。ああ、リスナーさんですか。
すいません、加えたばこで。はじめまして。どうもやいこです。あ、どうも。どうされたんですか今日は。いはい、どうぞ。ちょっとあのコンビニ行ってみる。あ、はい。あ、じゃあここで待ってるわけですか。あ、了解です。はいはい、はい、いいっす。あ、いらっしゃったわ、リスナーさん、よいこさん。男性の方だったね。いい人そうな感じ。今コンビニ行くっつってた。向こうコンビニないあるか、うん、何なんだろう、うん、いらっしゃった。釣りじゃなかった。釣りじゃなかったね。顔出しは NG っぽかった。優しそうな。真夜中のリアツツ。おっさん受けいいかな。おっさんってほどの年齢でもないけど、俺と同い年か上ぐらいか、うん、30代前半から中盤ぐらいの感じ、うん、釣りのわけない。いや、釣りも結構あるんで、やっぱり、あ、フォローありがとうございます、ケンケンさん。女性リスナーといて、うん、なんだろうね。発展しないよ。ここ発展場だからね。ここ発展場なんだよ。そう。よろしくお願いします、サナヤンさん。いや、されない。ちょっと今のジャブのスピード見る。あ、フォローありがとう。今のジャブのスピード見る。俺の体重7キロ絞った俺のジャブのスピード見たい。やる。シャドウボクシングやる。スケボー。ここはスケボーのメッカだから。ジャブのスピード見るかい。テルジャンビンに食らわす必殺パンチ見る。あんまり興味ない。見えないでしょ。速くて画面に映ってないでしょ。これが対テルチャンピン対策で磨き続けたジャブだよ。超発展バスね、ここは。腰が痛い。ワンツーアッパー教わってないかな。でもね、ワンツーが打てるようになったよ。
ワンツーワンツーワンツー3連打打てるようになった。今俺の一番長いコンボが6。ワンツーワンツーワンツーは覚えた。ワンワンツーワンツーとかね。あ、ありがとうございます。トカゲのおっさんさん、ワンツーフック、フックとか教わってないね全然。ワン、もうストレート系、バックブローとか教わったけど、なかなかドレジ込みだから、ドレジ込みジャブだから、ドレジ込みジャブ。体重軽くなった分、一撃必殺技いくつかあるよ、いくつかあるよ、ドレスペシャルとかね、首相撲からのこう入れる技、ドレスペシャル、ドレスペシャルは相手がいないとダメだね。何が飲みたいですか。あ、じゃあタリーズのブラックコーヒーが、タリーズのブラックコーヒーが飲みたいですね。キーロハコさんは俺のセコンドだよ、俺のセコンド。シスさんはだつ、ノルさんのマッチョアピール半端じゃないかな、うん、マッチョメーン。イベントの宣伝じゃないでしょ、前からでしょ、裸の上半身裸ビルドアップして見せたくなっちゃったんでしょ、嘘つかないの。なんで嘘つくの、前から裸のサムネだったじゃん、前はこっちバージョンだったじゃん、前こっちバージョンだったじゃん、平気で嘘ついたな今。裸眼ですね、裸眼です、裸眼でいけます。乱視だからパンチが3つぐらいに見えるけど、超不利だよ、超不利。乱視なんだよね、ぼやぼやなんだよ、メガネかけない。なんかそこはなんか勘でカバーできればもう大丈夫だと思うけど、パリングできてたってことは多分そんな影響はなさそう、自分でやってた感じだと。大丈夫でしょ。そうそう、心霊動画の心霊の方は向こうの方だけど、タリーズ無理。あ、じゃあなんか適当にブラックコーヒーで。まあ大丈夫でしょう、相手がテレチャンピンだから問題ないと思うよ。左だけでも倒せる。左だけでも全然倒せる。
ていうか、あと自分で勉強して気づいたんだけど、ムエタイの構えだとフットワークなくねえかと思って、ムエタイって街の構えじゃないのかなと思って、最近それに気づいたんだ。フットワーク捨てるわ。とてもじゃないけど足はセンスねえ。蹴りはセコンドロハカさんだよ。蹴りはまあまあ重たいと思うけどね。でも芯に当たんないって意味ないから、多分ね、体も腹も今へっこましてないの。だいぶシェイプアップされたでしょ。どう、だいぶ変わったはずなんだよね。その一番太ってた頃よりは。っていうかね、脇が締まらなくなってきたんだよね。昔ピタッてできたんだけど浮いちゃうんだよね。ムエタイにフットワークなんかねえよとか言って、ドレさんに教えてもらったの。俺はそのエピソードを前から言ってるんだけど、ドレさんの前からリスナーだったのね。隠れファンで、閲覧20ぐらいの頃からで、コメント打った時にリスナーさんにワードをどれ有名にして凸かけてよって言われたの、コラボしてよって言われたんだけど、俺はそれは違うと思ってて、俺はこの人とはいい絡み方をしたいっていうのをずっと考えてたからスルーしてたの。あれは実は凸かけてもよかったんだけど、あのこの人とはちゃんと会って、なんかこの人のもっと伸びるやり方っていうか閲覧が増えるやり方があるはずだと思って、ただ見つからなかったんだよ2週間ぐらいで。その時たまたま捨て頃があって、俺もドレさんも出るってなった時に、あ、もうこれしかないと思って、俺ドレさんから教わろうと思って。実は格闘家なの知らなかったの。俺ボディービルダーかもしれないじゃんこの体だったら。でもその俺はこの人多分格闘技やってるっていう風にかけて、ドレさんに DM 送ったんだよ。あのもしよかったら僕の師匠になってもらえませんかって言って、でそしたらやろうって言ってもらえて、これがベストの形だなと思って、本当よかった。自分の配信のためにもドレさんの配信のためにも両方とも相乗効果があって、そういう絡み方しないと、あのお互いその遺恨を残すんだよ。コラボって難しいのね。だからベストな形でコラボできたと思ってる。自分のそのコラボの仕方の中で一番綺麗だったと思ってる。今までの反省なんだよね、それは自分の中で。うざがらみしちゃったことも何回もあるから、そうじゃなくて向こうのリスナーさんもこっちのリスナーさんもお互い楽しめるように組まないとダメだなと思って、そうやっぱ先輩だし年上だから難しいんだよ、正直言うと。そう難しいんだよ。だってその変に絡んでもさ、あの相手を貶めちゃっても良くないじゃん。それって弱い者いじめじゃん。まあ某生主がやってるけど、うざがらみして相手の悪口言って脅してとか、俺そういうの嫌いだから、その年上の人にはやっぱリスペクトがないと思ってるんだよね。そうドレさんの、とんでもないです。俺はだからぶっちゃけドレさんがここまで来るのは見えてたから、そのトーク聞いてて、あの気づいてないかもしれないけど、知識と経験とそのめちゃめちゃ豊富なんだよ。スケベなだけでスケベなエロガッパなだけで絶対伸びる、伸びないとおかしい素材だと思ってたんだよ。俺伸びるって言って配信者全員伸びるでしょ。自分の目に自信があるのね、配信に関しては。中堅まではその閲覧後とかの人でもこの人伸びる。リナネコも実は言い当ててんだよ。そうでリナネコがこいつ伸びるって言ってからもう閲覧200とか300キープできるようになってるでしょ。あの過疎で伸びるやつは一発でわかる、初見でわかる。リスナーさんに対応がね違うんだよ根本的に。コメントの返しなのね。
でね、実はね、ドレさんが伸びる要素っていうのはコメントの返しじゃなかったの。ドレさんの放送ってドレさん知ってるはずなんだけど、自分のことだからコメントがないのにずっとトークできる人なの、この人。しかも10分20分って、これは強いよ。プロデューサー向きっていうのはニコ生時代からずっと言われてたけど、俺はプレイヤーでいたいんだよね。そのプレイヤー、その監督業向いてるかもしんないけど、あのプレイヤーでやりたいの、若い時は。で、60とか50、60になったら若い子に塾とか開きたいんだよね。そう、実はね、その素人の人が10分20分そのコメントないのに喋るって相当な技術なの分かってたから、あ、この人は本物だなと思って、配信者としてね。だからこっから先は分からない、正直。で、なんかでもね、ドレさんリスナーがちょっと油断してるところがあって、ドレさんも捨て頃で有名になるって言ってるけど、みんなそれはあの配信やってる、長くやってるから分かるんだけど、大間違いで、捨て頃の後がやばいのね、ドレさんは。実は今が一番美味しくて、捨て頃の後っていうのはかそるんだよ。普通の配信者だったらみんな分かるけど。だから便所太郎さんとかはその次の空っていう企画やってたり、俺だったら旅とか用意してんの。実はね、捨て頃の後美味しいんじゃなくてね、捨て頃までが美味しい、うん、配信っていうのはその、なんだろう、もう捨て頃なんか終わったら正直言うと話題にならないから、そこだよ。捨て頃初日ぐらい、捨て頃から来ましたっていうのは、そう、次の神回に取られちゃう、うん、そう。だからドレさんは実はもう次の手を打っておかないといけないんですよ。はい、こんばんは、あげゆえさん。実は今美味しいところだから、今ね、告知をしておかないといけないの、次の放送の。まあでも100切ることはないだろうね。朝方300人っていうのは結構脅威だから。そのふわっちの朝のリスナー全部自分のものにしてるから、キャスはやめた方がいいと思うけども、キャスは伸びしろがない。サイトとしては成熟してるから。でも大手が決まっちゃってるから参入ができないんだよ。もうあそこから大手になるっていうのは無理なんだよね。いや、いいんじゃないですか。全然、うん、配信に関してはその結構鋭いと思う。配信に関してはだけね、うん、っていうのもその分析してやるタイプだから、自分が。俺の分析だと、旅配信がもし仮にちゃんと終わって綺麗に終わったとしたら、捨て頃も勝って、そしたらね、多分ね、便所太郎さんのポジションに俺が行くんだと思う。で、便所太郎さんがね、もっと上のポジションに行くと思ってる。俺は今の便所さんポジションぐらいの閲覧500とかキャスのポジションね、あれくらい行くんじゃないかなと思ってる。うまくいったら閲覧1000ぐらい安定。局長さんいらっしゃい。ゆうこさんどこ行ったんだろうね。全然意味わかんないでしょ、これで帰られたら。爆笑でしょ。顔が薄い牛島くん、ひろゆきの方が似てるって言われるけどね。前髪あるとひろゆきにそっくりって言われる。すいませんっつって、ひろゆきの方が似てない、うん、すげえ言われたよ昔から。
あ、全然全然フォロー大歓迎ですよ。フォローとアイテム断るバカはいないでしょ。フォローとアイテムは断りませんよ。っていうか配信者に断る権限がない。ひろゆきは系統が同じ顔だなと思う。ひろゆきにね、テレビで頭クソいいって褒められた配信者だからね。ひろゆきに俺テレビで褒められたからね、頭いいって。どうがっていうことね。ゆうこさん遅いね。てかコンビニこの辺ないんだよ多分ね。この辺地元の人じゃないね。この辺コンビニないの、うん、あー礼儀正しいわ。全然ウェルカムだよ俺。フォローは超嬉しいよ。フォローしてして。ステッカーのデザイン決まったよみんな。ステッカー決まった。言いそうだね。それはあなたの感想ですよね。それ主観ですよねって。これ俺のステッカーね。あ、間違えた。これ1000円で販売するんで皆さん旅始まったらよろしくお願いします。布製サテンっていう布なんだけど、布製のシール、布製のステッカーです。結構なんか和道っぽいデザインでいいデザインになったかなと思ってるんで、ぜひぜひお買い求めください。第一弾です。いいデザインでしょ。これね、俺デザインは俺俺、うん、OK イゴさんいらっしゃい。デザイン俺だよ。あの喫茶店で、あの1時間でデザインした。もともと素材はいっぱいあったんだけど、どうしたのかな。どっか行っちゃったね。俺はスタッフさんいないから、デザイナーさんのデザインは自分でやんないといけない。チーモンさん、どうもどうも、頑張ります。風船30個ありがとう、ありがとう風船。パチは並ばないよ。たくさんいらっしゃい。そう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 、ファミレスっていうか、まあ喫茶店だったんだけど、コーヒー高かったわ。1100円だよ。ここ中央公園、いつもあの練習してる場所ね。家雑、俺だって家雑メインの配信者の。俺家雑でずっとのし上がってきたの。家雑メインだよ最近ね。雑談もだいぶ力抜いてやってるけど、昔はね鬼のように喋ってたよね。
あ、お疲れ様です。なんかいっぱい買い込んでます。どちらからいらっしゃるんですか。僕は中野。ありがとうございます。いただきます。いただきました。 KP ゆうこさんに、うん、結構近いんですね。いただきます。お疲れ様です。すいません、片手で。いいっす。仕事終わりですか、うん、あれ、前お会いしたことないですよね。初めてですよね。初めて。はい。和道ちゃんと初めての会いたかった。あ、そうなんですか。昔から知ってるんですか。結構前から。もう最近本当ニコ生の時から、はい、多分知ってるはず。マジですか。うん。おお。僕ずっとニコ生も行って。はいはい。最近ふわっち熱いっすよ。もうニコ生リスナーさんがガンガン流れてきてて。中野ってコメント書いてある。うん、ギリギリ手だけ。大丈夫です大丈夫です。それくらいなら大丈夫です。え、普段誰見るんですか。俺と、はい、ゆいがゆいがこうやってやってないもん。ゆいがさんは来ないみたいですよ。ずっと嫌だって言ってて。面白いですよね、ゆいがさん。あと、まあ、うなちゃんも、ね、ああ、うなちゃんも面白いですね、うん、もうちゃんまんきっかけで放送始めたんですよ。結構配信見始めたから長いんですか。もう多分5年以上経ってる。5年。長っ。ニコチューってやつですね。でも昔の配信者全然 いないですよね多分。うん、もうやめちゃいましたよね。俺が始めたの3年ちょい前ぐらいなんで。ああ、もうそれくらい経つのか。3年8ヶ月だもんな。いつぐらいの時期とかから僕の放送知ったんすか。ラドちゃんは、ね、ロハコ事件とかもっと前ですか。ラドちゃんは、はい、やり始めた頃は分かんないけど、でも、はい、結構初期の頃から知ってるような気がするんだけど。おー、なんだろう、初期の頃多分一番最初に大手さんと絡んだのが力屋さんなんですよ。ああ、力屋さん。力屋さんとあのバーで一日店長やっていただいて、暗黒相撲って知ってます？相撲大会ゴロリさんがやったの。その辺じゃないかな。じゃあ。緑はあんまり好きじゃない。はい、あ、緑さん嫌いなんですか？正解です。緑はあの、はい、あったことあるけど。うん。ちょっと申し訳ない。ああ。ツンツンしてますよね、ちょっと。多分ね、一番、僕がこう見てて、あーと思ったのは、はい、ディープラの時。ディープラ、うん、はいはいはい。おうん、うん、ディープラスの時に、うん、まあ、よくディープラスに行ってて。うん、いや、僕ディープラス、僕の話ですか、それ。いや、あのさ、あ、ゆい、うん、あ、音これ音です。あ、了解です、了解です。
まし。これ話せないな。これオフレコトークだな。結構いろんな人がいますよ、本当に。うん、あの頃が一番ニコ生面白かったんじゃないですか。多分、ね。猫王も来るの？なんで、ここ溜まり場になるの？え、猫王近いんだっけ？来る？いや、あのね、オフ会とかの話って大抵オフレコだよ。きつすぎてできないこと多いよ。うん。あの、そういう話が聞きたい人はオフ会に来た方がいいよ。誰がパコったとか、誰がどうなったとか、あの時の真相はみたいなのは配信に乗っけらんない。ふわっち、え、ニコ生今でも見てるんですか？あんまり。うん。まあ、だって緑たちしかやってないでしょ。まあ、暗黒海外だけっすよね、今。うん。きついっすよね。え、今日たまたまなんですか？その、行ってみようかなと思ったの。うん。だから、はい。ワドちゃんが、はい。歩いてたから、はい。で、僕も仕事終わりで、あ、この辺だったんですか、ね、今日。おお、偶然。やってるじゃない。やってます、やってます。そこでやってるんですよ、向こうで。で、行きたいなと思ってても、自分はほら、あの、遅いから行けなくて。あー。なるほど。え、なに、ケイゴさんも来んの？近いの、みんな。車止められる？止めるよ。止められ、うん、そう、目の前に止められると思うよ。なんで、ちょっとだけやる？シャドウっすか、うん、え、顔は大丈夫っすか？大丈夫、あの、顔は出ない。いや、顔は出ないって、え、どういうことですか、ちょっとだけやるって。あ、遠くからだといいんだ。遠くから、うん、カメラを、うん、マスクして映らないようにします。じゃあ、あ、じゃあ、あ、これだったらいい。これ大丈夫ですか？向こうでやる。え、音声を、うん、うん、音声を。映像はいいんですか？じゃあマイク入れます。うん、パコってねえわ。、うん、いや全然西新宿なら来ていいっすよ。恵子さん来ます？やろう、こんだけ集まってどうすんだって話だけど。それ移動しますか。じゃあどれくる、あー、そっか、いいや。あ、すいません、ありがとうございます。来る？よいしょ。よいしょ。はい、今見てる人手挙げ、出席確認取ります。何時までいますか？いや、すぐ来て。すぐ来て。そんな2時間も3時間もこんなところいるわけないじゃん。全然来て来て。中央公園、ここは中央公園。道具持ってくればよかったな。
はい、みんないらっしゃい。体つき変わった？体つき変わった？みんな。そうそう、あれざますね、これ、うん、でもね、これもっと高く持たないといけない。これがドルスペシャルです。あ、そうなんだ、はい、すごいな、特色ビズボ。
コメント読む。ありがとうございます。すごい、絶対すごい。やっぱドレススペシャルやばいね。映っちゃいます、映っちゃいます。一緒にお風呂入らないです。いやすごいよ、ワイドちゃん半端ねえよ。一発あの食らったから、一発ってかね、トータル16発ぐらい当たってる。すげえな。前にでカマキリとか。カマキリ、そうそう、カマキリ、カマキリ。いい。トシヤさんお疲れ様、ドルさん、ヨイコさん、あ、ギリ、映っちゃう、危ない危ない。うん。ドレさん、あの、すごいですね。仕込まれてます、ドレさん。マジでやばいっすよ。下手に喧嘩売ったら、本当にアウトですよ。僕は喧嘩売りに来たわけじゃないけど。ドレスペシャルいいっすよね。一回組んだら、ね、前かがみになっちゃって、こういう姿勢になっちゃうんですよね。よね、この状態で顔面。これぶちかましたいんですよね、あの青山に。そしたら勝てるかなと思って。いいっすね。逆にパンチ打ってくださいよ。いや打たないよ。打ってください。打たない。パリングの練習するんで。いやだよ、だって全然、だって、はい、あれが違うもん。あ、軌道違いますね。全然軌道が違うし、はい、ここから始まってるっていう、はいはいはい、そうですよね。僕はなんかこうとかこうとかこうとかじゃなくて、なんか、はい、あの蹴りのこういうふうに、そうそう、こういうふうに下がバーってやって、はい、こう、はいはいはい、そういう感じ。距離の、蹴りの距離ですもんね。そうそうそう、うち右とかってそんな感じよ、はいはい、うち左とかって、そういう、確かに確かに、そうそう、蹴りの場合ですからね。だから結局さ、はい、どこを見ればいいかって言ったらさ、重心軸でしょ、はい、で俺はもういつも思うのがさ、こうやってやられたらさ、でも近くには絶対に力が入んないと思う、はいはいはい、だから多分、あの、なんだろう、ワトちゃんの間合いで行った方がいいと思う。そうですね。そしたら自分の間合いがこの辺なんですよ、多分。だから俺らは、そうそう、俺らは勝てないんですよ、そういう風にすると。そういう風にされると、はい、こういう風にするしかないんですよ。あ、さっきからずっとこういうふうにする、はいはいはい、でもそれで何発か当たってるじゃん、はい、そうそうそう、とっても自然のやつなんで、そうそうそう、でパンだった瞬間にここが開いたらバカオってやれるでしょ。そうですね。確かに、すっごい怖いもんね、いつも。だからこうやってずっとやってても、はい、結局は打ち、そうですよね、蹴りで、で、そうそう、で、前詰めてっていう、そうそう、インローを始めて、はい、始めて、はい、で、アウトローからこうやって行くしかない、はいはい、なるほど。すごい疲れてる。疲れますよね。すごい疲れますよね。よし、下上行くよ。はい。で、今の瞬間狙いでしょ。はい。そうです、多分ってなって、で、たぶんこれ、よれてるんだよ、こっちが。で、前の牽制をね、そうですね、これ、この左が上がんなくなったら、たぶん、同じ、もう、疲れてきてる。そう、なんでかっていうと、ここが絶対にあるから。そうっすよね。そう。これ、狙う。そう。でも、俺らはこれしかないんだよ。打つんすね。そう。あー、膝で下ろす。あ、なるほど。どうするかって言ったら、はい、左、右で、はい、なくなったとこをスポーンっていけば、はい、はいはいはい、一発カウンターの足で、そうそう、おお、すごい、すごい、こんな感じよ。ですよね。灯籠拳。灯籠拳ってあのカマキリ拳法で、こういうやつですね。こういう、これ小灯籠拳。
でしょ。これカマキリ拳法。中国拳法だね。継承拳だっけ、承継拳だっけな、なんかそのいろんなのがあるんだけど、面白いですよね、格闘技は。そうだね、わらちゃんだからそういう中ですごい今分かってきて、ボッコボコにされてますからね、みんなに。それがいいと思う。そうっすね。だって俺も、はい、あのキックボクサーとかボクシングジムよく昔行って、はい、はいはいはい、もう今は全然ただただにこの間も同じ回った時やったけど、はい、全然無理だもん、はい、向こうでタバコ吸いますか。ありがとうございます、本当。中国拳法。あー、そうなんだ。多分左の上に上げてる手が中国拳法っぽく見えるのかもしれないです。ジョー、ね、うんうん、ブログでコラボしてほしい。ジョーブログ、ジョーだって有名人だからな、あいつ俺よりはるか、うん、あ、経験者なのか。あ、経験者なのね。弱いけどね、弱いけど経験者です。難しいですよね、格闘技は。だからその相手がどう来るかも試合まで分かんないんで、テルが練習の動画見せてないんで、うん、落ち着いた？来る？中央公園いるから来なよ。あ、そうそうそう、彼女です、のんたん。うん、それは存じております。はい、のんちゃん来なよ、おいで。前に手が出ると邪魔なんだな、あれすごい打ちづらい。逆にやればいいんだもんね、それをね。多分上手い人は、はい、もっとこうやって、はい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 、なんだって、はい、で やるんだけど、さすがにそれはそ久しぶりだと難しいですよね。だからマサトがムエタに行かなかった理由っていうのが、はい、きっとそうだと思う。ワドちゃんと同じように、はい、あのボクシングに行くっていうスタイルなんです、はいはいはい、なるほどなるほど。相手の人がこうやってやってたじゃん、はいはい、うんうん、でそれが結局ブアカオとか、そう、ガラ空きなのかなってえ、のんちゃん道具いるって、本格的にやらせようとしてるぞやめて、やめてください。うん、うん、タバコ吸い行きましょう。うん、あ、のんちゃん、のんちゃん、一個お願いがある。のんちゃんごめん。あの、ポスター一枚持ってきて、捨て頃の。捨て頃のポスター一枚持ってきて。お願いね、それ。それだけでいい。せっかくなんで、あの、捨て頃のポスター一枚差し上げます、ほんと。いや、ぜひぜひ。なんか、いるかいらないかわかんないですけど、せっかくなんで。好きです。はい。ありがとうございます。先戻ってますね、向こう。捨て頃のポスター1枚持ってきてあと何枚残ってるか分かんないけど中央公園のいつものところね。でもなんか普段のシャドウとかと違ってやっぱ人が前にいると緊張感があるから疲れますよね、やっぱり。もうなんか、はい、久しぶりになんか食らったけど、はい、よかったはい、なんだろう、はい、やっぱ感覚がね、こう、いや、戻さなくていい、はい、僕はね、はいはいはい、僕はねただ昔のことやってると、でも少し避けれたなっていうのが、まあでもちょっと遅いね体分かりますよね、練習してな、僕もこの前2週間練習してなかったから、あれって なりますね。楽しいですね。どこだ、うん、うん、ポスター、ポスターどこだろう。ね、あの机の上か、あの釈迦の隣の机の上か、あの寝てる隣の机の上か、うん、誰か来た、はい、
絶対にいけるよ。だって、はい、俺もらった、はい、ね、初スナック、絶対に速攻速1だよ。見てるのと違いますよね、やっぱ、ね、動画で見てる感じと。あの僕の場合、そのドレさんとか達彦さんとかタイガーとかリスナーさんの中でも格闘技経験者ばっかりなんですよ、やっぱり。だからそのそれは勝てねえだろみたいな。ドレさんなんかパンチ一発も当たんなかったんで。まだ新宿いるよ、おめいちゃん。ありがとうございます。とんでもないです、本当に。また血が騒いで。いや血が騒がない。はい。あのワドちゃんが言ったように。はい。あのまた次にこれがあれば、はい、自分は呼ばれるために、はい、あのね、はい、配信者としてやるけど、はい、それがやんないよっていうような感覚で、あ、でもなんか、はい、ワドちゃんとこう楽しめんだったら、はい。どれさん日曜日あれですよ。募集してますよ。マジ。いいの。行かないです。だって俺の友達とかみんなプロになってたからさ、ね、うん、この間も言われたけど、うん、少しやろうぜって、よい子少しやろうぜって言われたけど、いやいやいや勘弁してるフルボッコ嫌だろ、嫌ですよね。僕もドレさんのパンチ、ドレさんにパンチが一発も当たんなくてボコボコにされた時も悔しくて寝れなかったからな。遊ばれるとやっぱ嫌ですよね。ドレさんの筋肉やばいよ。しかもね、ドレさんの筋肉の量でみんな圧倒されてるけど、俺ドレさんの強さってそこじゃないんだよ。技術力なんだよ、ドレさんの凄さって、うん、あのね、全部裏打ちされてるんだよ、動きがもう染み込んでるの。だからね、インロー、そのドレさんの得意な技が、あの、なんだっけな、奥足インローっていう技があるんだけど、奥足インローなんて俺知らなかったもん、ドレさんと出会うまで。そこを蹴るっていう技術があるんだっていう。まあ、さっきもドレスペシャルね、一回、よいこさんに決めさせてもらったけど、ドレスペシャルはね、あの、なんだろう、その、俺、ちゃんとした技名があると思ってたんだけど、ドレさんに聞いたら俺のオリジナルだって言われて、これで勝ちたいんだよね、俺。ドレさんの技で勝ちたいっていうのがあるの。ドレさんの、ね、ドレさんに教えてもらったから、ドレさんの技で勝ちたい。さっき決めてたじゃん、ギュエさん。ドレスペシャル。俺が勝手にドレスペシャルって呼んでたんだけど、呼んでるだけなんだけど。うん、特殊な首相撲ね。超特殊な首相撲で。俺も聞いたことないし、見たことない、こんな技。ただね、もう、その、何がすごいかっていうと、え、あれオリジナルだって言ってたじゃないですか、ドレさん。あれオリジナルだっていう。あれはね、多分ね、腕関節取る技なんだよ。多分ね、ドレさん当たりって言うと思うけど、あれは多分、こう脇を入れるんじゃなくて、そうね、腕関節を取りに行く技なんだよね。動き的に。それの応用編だと思ってる、俺は。腕決める技なんだよ、本来は。だけど、組み技がダメだからっていうことでね、あの、首相撲にね、多分発展させたんだと思う。あれは立ち技系の人はね、多分パニックを起こす技だよ。のんちゃん見つかった、ポスター。のんちゃん見つかった。あれオリジナル技じゃないんだ。ゆうこさんどこ行った。ちょいちょい消えるな、ゆうこさん。パンクラスの近藤選手に教わった技のアレンジ見つかった。うん、来て来て。近藤選手に教わった技、コンドレスペシャルじゃないですか。じゃあコンドレスペシャルだわ。アレンジなんだ。これはね、でもね、何がすごいかっていうと、実は、あの、また俺分析で申し訳ないんだけど、実はね、決めやすいっていう、その、複雑な技じゃないんだよ。首相撲を取るよりね、取りやすい技だから、うん。
決まりやすい。まあでも喧嘩とかであの至近距離になることは絶対ないから、特殊な技だけど、これはね、いつもこれで決まってフィニッシュのイメージで自分はいる、うん、これで決めるっていう。体力の消耗もないし、接近戦は超有利だと思ってる。俺は今月ゾレさんにリスワン取ってもらいたいんだよな、今月から。ゾレさんもっと盛り上げようぜ、俺らも。朝方はゾレさん見に行こうよ、みんなで。ゆうこさんどうしたんだろう。いついつ今飲んだポスター持ってくるんで、ちょっと待ってください。帰り歩きっすか、うん、まあ遠くないですもんね。ゆいがさんが捨て頃逃げた件はどう思います？ゆいが捨て頃逃げた件は、はい、いや、ゆいがっぽくていい。いや、ゆいがっぽくていい。いや、彼はほら、はい、自分の名前をそこまで出してまでっていう感覚でしょ、はい、うん、だから喧嘩は強い、強くないっていうのは、うん、まあ、僕はそこは否めないし、よくわかんないけど、でもそのタロちゃんと勝負をするっていうことにあたって、うん、何が起こったかわかんないけど、ユイ、うん、が言ってることはまあ俺は正論かなとは思う。おー、ただし、はい、ただしワドちゃんとかみんながいる中でそれを言ってしまったら、はい、うん、配信者としてはどうかなとは思う。僕ユイガさんに今いじめられてるんですよ。なんかあんな無名なやつを出すなっつって怒られ、ツイッターで言われてるんですよ。はい、無名じゃないですよね。あんなカソナマヌシなんて集客にもならねえって言われてます。でもじゃあ俺がこうやって来た瞬間でどうなのかな。チャンスよ。僕ユイガさんがその初期のコンセプトでチャレンジ企画で便所さん戦うって言った時、僕大絶賛したんですよ。かっこいいと、まあ、正直だって向こう格闘技経験者だし勝てないじゃないですか、体重差考えても、うん、勝てる、まあ勝てる、まあ難しいじゃないですか。それを持ちかけた優雅さんはかっこいいってずっと言ってて、やっぱ出ねえってなった時すげえショックだったんですよね、うん、いや見たいよっていう、みんな見たかったもんね。まあでも金儲けが嫌だっていう風に言ってましたよね。難しいですね、そこは。考え方人それぞれだし。でも配信者ってお金、配信をしているからお金を儲けなくちゃいけないわけだから、うん、そこら辺はどうかなと思う。シビアですよね。シビアっす、ほんとに。ワドちゃんもそれをやってるということが俺はいいと思うし、うん、そういうことを言い始めたら、はい、ちょっと違うんじゃないかなって俺は思うけどね。ゆいがさんなぁ。あ、でもまあほら、やっぱり昔のニコ生の人じゃないですか、昔からの。だからそこは一貫性があるのはいいと思いますね、その、古事記に関して。あ、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。2本目いただきました。ありがとうございます。いやでも、まるちゃん、これ古事記とかじゃないんだよ。はい。うん。支援って古事記ではないし。はい。そうですね。難しいですよね。でも正直その真面目に働いてる人からしたら、そのネットの前で遊んで金儲けやがってっていうのもあるじゃないですか、そういう気持ちも。どうなんだろう。
俺は絶対あると思ってて、そのこいつずるいみたいな。でもなんかその配信やってて、やっぱりそのみんな誰もが大手になれるわけじゃないし、みんなそれぞれ頑張ってるんで、そのが仕事を頑張って帰ってくるとき、まどちゃんがやってたら、ああ面白いなと思って俺が来るような感覚だから、はい、俺にはそれの感覚はない。うんうんうん。だからじゃあそれでお金を儲けようか、儲ける前が、はい、でまどちゃんは、今月いくら、今月いくらってやってるの。やってますね。そういう、はい、きちんとしてその物語を見せてくれる人は俺は嬉しい。ああ。いや、そう言っていただけるとありがたいです、本当に。でも、見せない人間多いじゃん。そう、そうっすね。いくらさ、稼いでるかわかんねえっていうのが、みんなが言ってる、はい、こいつ嫌いとか、っていう感覚なんだよね。僕、全然その、なんだろう、全部見せたい派なんですよ。配信やるからには、いくらもらったとか、その、裏っ引きみたいなのがすごい嫌で。なんか、正直、その、裏でもらってる配信者って5万といるんですよ、仮想とかでも。特に女の子とか、あの男からやっぱ支援されてるし。あれ？あ、そっち？あ、そうじゃなくて、やっぱ配信で生かされてるんだったら、配信で別にもらった部分は晒していいのかなと思いますね。まあ別に晒す必要もないでしょっていう人も全然晒さなくていいと思うけど、なんかその感覚的にはドラゴンクエストのキャラクターみたいな、モブ、なんつうんだろう、みんなが育ててて、こいつどうやってコントロールしようみたいなゲームだと思ってたよ。パソコンの中に、なんか。でもそれは、ワトちゃんの言ってるように、誰かが、誰かに共感されて自分がやってるという言葉の中にもあるし、それがワトちゃんにあって、ワトちゃんがそれをやってて、ワトちゃんのことを見てる配信者が、リスナーさん。リスナーさんが、こういう風になりたいとか、ああいう風になりたいってなる。うん、可能性はある。いや、それがすっごい嬉しいのが、あのツイッターとかで DM とかで来るのが、その働き始めた時はその生活保護でずっと受けてて仕事決まんなくて、で働き始めたら 2,3 人働き始めて、それ和道のおかげだよって言ってくれたりとか、最近あったのがその生活保護和道の放送を見てて、私も娘のために抜けなきゃって思ったから今看護師やってるよとか、すごいいろんな人から DM 来て、あったけえなと思って、なんかそのリスナーさんからもすごい影響もらうのよ俺は。あのやっぱりこういう風な出会いとかで、だけどその俺も影響与えられてるんだっていうのが実感があるんだよ。そういうのってすごいありがたいよ、そういう声もらえると。お互いそのいい風に影響し合ったら最高だなと思って、今回のもなんかその弱っちい30のおっさんだからいいかなと思って、格闘技経験なくて、なんかそういう人がトレーニングしたらどこまで戦えるのかみたいな。前評判なんか絶対負けるって言われてましたもん。風船ありがとう。堂々とした配信。負けるのも、なんか負けないのかも分かんない、うん、見ててもやってるワドちゃんは俺は好きだから。そうですね、勝ち負けもそうなんですけど、自分に負けたくないんですよ、やっぱり。サボろうと思ったらいくらでもサボる。おい、のんちゃんです、彼女です。よいこさん、じゃあ2枚、うん、まだ1回余ってた、うん、あ、ぜひ。あ、すいません、加えたばこで。いえいえ、なんかいいっすか。ぜひぜひ、ありがとうございます、リアです。のんちゃん来た。のんちゃん来たよ。のんちゃん、あの配信でそういえば見たことあるよ。なんでパルパル殴ったんですか。俺はそのパルパルのこと知らなくて、放送で俺のことディスってたんだって、パルパルが。でほっとけほっとけって言ったんだけど、ほっといたの、パルパル知らなかったから。で、まあ、パルパルがそのコメントで煽ってきたんだけど、その時に捨て台詞でなんか俺のリスナーディスられたのよ。なんかお前のリスナーも気持ち悪いな、クズだなみたいなこと言われて、お前誰のリスナークズ呼ばわりしてんじゃんっつって、で、まあ、会ったらぶん殴るわって予告しといて、来れるもんなら来てみろって言われたの。
で実際たまたまいたからぶん殴ったっていう。まあ殴った方が悪いよ、うん、こんばんはマリさん。こんばんは。元気出た。ちょっと元気出ない。元気なかったの。元気なかったの。そうなんだ、のんちゃん。っていうか、のんちゃんって、かぶってるから、ことが。そうそう、そういうことがあったな。そう。人のさ、配信で飯食ってて、人のリスナーディスるのは配信者として絶対あっちゃいけないことだから。まあ、殴った方が悪いんだよ。だけど、俺は、その人たちのおかげで飯食えてんだわ。そうそう。それをディスるとはありえないでしょ。別に俺のことディスる分には、いくらディスったって構わねえよ、クズなんだから。出してないからっすよ。いやいや、だから出してくれたからっすよ。いやいや、でも避けるので、まあ避けるのがまず避ける、みんな多分違うかもしれないけど、はい、その教え方によって違うのかもしれないけど、はい、まず行くっていう感覚で、でこういうふうに僕はもともとメーターをやってたから、で そこでこうやってやってたけどパーッとあるわけで、避けてるけど2秒ぐらい遅いな、僕はね。あ、早いよ結構スピードが、おかげさまで素晴らしい。おかげさまで上がってきました。勝ってるね、これ。いや、わかんないっすよ。喧嘩とかしたことないんで。いや、喧嘩じゃないか。まあ、そうですね。わかんないっす、わかんないっす、ほんとリングの上で多分テンパると思いますよ。いやでも結構調子乗りなタイプなんで、やっぱり、あの、本番強いって言われるタイプなんで。じゃあいける。はい。ただ、はしゃいでなんか変なことになりそう。反則負けとかになんないかな。テンション上がってチンコ出しちゃうかもしんないわ。そしたら神回でしょ、みんなが望んでる。あいつツイキャスでチンコ出しやがったっつって、あの、300人の観客を全員アンチに変えるっていう。便所さんはバンになる。いや、便所バンっていう。俺は配信の歴史に残るぞ。ファイッつってカーンつってあっ、それ面白いね。それ面白いですね。それが配信者の本当の戦い方ですよね。ファイッファイッウィッつってカンカンカンカーンつベンジョバンは面白いよね。反則負け、大丈夫。反則負けどころじゃないでしょ、もう、うん。でも、それをできるやつが俺、大手になるやつだと思ってんの。いや、やめてください。いや、やらないけど、やらないけど、大手になるやつってそういうやつなんだよ。うん。金梅さん、やれっつったらできると思うもん、それ。うえぇ、つって。うえぇ、どうしようって、つって。ベンジョザマー、とか言って。うえぇ、って。コメントねえな、おい。うん、おお、自転車すげえ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 、くるくる回ってる。集まってきたよ。ツイキャスは見ない。あ、ツイキャス見るか。あれですもんね。いつも YouTube 見てる。ああ、ありがとう、マリさん。ありがとう。スタッフのね、たくみさんがいつも編集してくれてんの。ありがとう。のんちゃん、ローを蹴ってくれ。
あ、行って行って行って飲んじゃんの蹴り行って蹴ったのに行って本気で蹴る行ってよちゃんと桃缶入ってたよ。いや本気で蹴ったら大変だよ。嘘歩けなくなる。歩けなくなる。そうそう。じゃあ5割ぐらい。ロジャー重く行って。あっ！で、うち、くっ、行ってこいつマジで。じゃあ5割もやってないってば。行ってマジでこいつ。行って。なんだい、すげえこいつ強えマジで。行って。超ソットだよ。行ってマジで。いや、超ソットじゃねえ。超行って、こいつの蹴り。マジふざけんな、打ち下ろしやがった。今見た打ち下ろしたの。こいつえげつねえ蹴り持ってるわ。俺より強えんじゃねえの。いや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 強い。ちょっと待って、のんちゃん強いんだけど。今見た蹴り、のんちゃんの5割でこれかよ。いってえマジで。ふざけんなよこいつ。いや強かったよね。やばっ。いって、風船ありがとう。のんちゃん強えわ。で、桃缶入ってた。うまいね。だから期待してたんだって、怖い子供の時。何、なんかやってたの。え、だから弟と。弟とぶん殴りやってたの。急所を蹴る。いって、ちゃんと俺よりうめえ。俺よりうまかったね、今。いや、もう10割だったらこれ足クラッシュするわ。折れちゃうから。折れちゃうね。ああ、やっぱ運動神経いい。のんちゃんね、こうなよなよしてるから、絵描きだからさ、運動神経悪いと思うじゃん、みんな。めちゃめちゃ運動神経いいんだよ。Y字バランスできるもんね。いや、そこでやってみて、Y字バランス。壁に寄っかかってもいいから。ほら。今、ジーパンだから無理だ。ジーパンだから無理か。Y字バランスできるんだよ。ほら。ジーパンだから股が開かない。ミキミキ言ってるよ。すごいよね。体グニャングニャンなんだよ。のんちゃんいい蹴りしてるよ、ほんと。超痛かったわ。これ女だったら、同じくらいの体格だと余裕で勝てるっしょ。ね。男まさりの蹴りしてたよ。なんでよい子さんは全然いなくなるの。ちょっと待って、ちょっと待って、スケボーやってる人と絡んでるんだけど、なんかスケボーやってる人と仲良くなってる。なんなの、うん。のんちゃんスタイル抜群にいいよ。のんちゃんスタイルいいもんね。最初出会った時ガリッガリでアニメみたいな体だったけどね、本当に。綾波レイみたいな体だったもん。大丈夫かみたいな。エヴァンゲリオンのオープニングのあの体だった。ウエストおかしいでしょみたいな。ファルファル殴ったよ。またその話、うん、いや、ファルファルが何か言ってんの。今説明したばっかりなんだけど。パルってる。パルってるね。ファルファルがパルってる。もう YouTube で動画に掲載しておこうか。パルパルを殴った件についての謝罪動画みたいなアップしとかないとね。ループしちゃうよ。どうして？まあ、もう一回説明するけど、一から言うと、まず、俺がパルパルっていう配信者を知らなかったのよ。ニコ生ずーっとやってたから。で、ふわっち始めて何ヶ月かした頃に、パルパルがディスってるぞって言ってきて、で、俺は知らないから、なんで？って絡みないし、知らねえよって言ったの。見たことねえし、みたいな。うん。で、その、まあ、言わせといていいよ、みたいな。もう俺別に全然関係ないからって言ってたら、その日の夜の枠に、パルパル自身がリアルに来て、俺の放送に。で、コメントで、なんか、俺のことディスってんな、つってて。いや、お前のこと知らねえから、みたいな感じでいなしてたのよ。いや、もうディスりたきゃディスれよ、みたいな。クズが、とか言って。俺も言い返して。まあ、そこまでいいじゃん。で、そうこうしてるうちに、パルパルが、もう、その、20分ぐらいディスコメントした後に、なんて言ったかって言ったら、ここの囲いも気持ち悪いな、とか言って、ここのリスナーもクズばっかりだな、みたいなこと言ったのよ。で、俺が、それはねえだろ、っつったの。いくらなんでも、その、配信で飯食ってるお前だったらわかるはずだけど、人のリスナーディスるとかありえねえわ、つって俺怒ったの。
で、そしたら、なんだよみたいな感じになったから、いや、お前のことぶん殴るわっつって、リスナーのことクズ呼ばわりするのは俺許せねえわっつって、俺この人たちのおかげで飯食えてんだよっつって、それだけは言っちゃいけねえわっつって、殴れるもんなら殴ってみろって言われてたので、俺はお前のこと殴るって予告をしてたの、許せないって言って。で、ヒカルくんがリアドツマチしてる時に、チャンピンとヒカルくん俺仲いいから会いに行ったら、その時にパルパルが偶然いたのよ。で、思いっきりぶん殴ったっていう、それだけ、うん、で、警察呼びだけ呼べよっつって、別に怖くもなんともねえわっつって、覚悟して殴ってるわっつって、お前は配信者として一番やっちゃいけないことやったんだよっつって、っていう感じ。レナピョン、オッケー、伝わった？これ別に誇張して、何にも誇張して言ってないよ。もう、うん、でも殴る方は悪いと思ってるけど、俺は配信者だから、リスナーディスられたら許せないよ。それが事の経緯で、俺が捨て頃出るときにパルパル指名したの、誰とやりたいっつって。いや、パルパルとの因縁あるから、俺パルパルまたぶん殴りてえっつったんだけど、そう、逃げられた。そう、だからここの人たちはパルパル殴ったことみんな知ってるんだけど、あんなの殴られて当然ってみんなコメントすんの。さすがにその殴られた方は悪いかもしんないけど、人のリスナーディスんのは考えられねえわっつって。そう、うん、いや、そりゃそうでしょ、殴ることは良くないけど、配信者として、人間として殴ることは良くないよ。でも俺は配信者だから、だいたい自分のリスナーとか相手のリスナーとか関係ないでしょ。自分だ、みんな被ってるんだから、いろんな人を見るわけよ。そう、それをさ、リスナーのせいにするってどういう根性だよっつって。仲良くなってましたね。溶け込んでた、溶け込んでたよ。どこ行ったんだ。仲良くなっスケボーもやるんすか。んー、ちょこっと昔やってる。あ、それで板見せてみたいな。俺はね、テルチャンピンっていう人と戦う。うん、テルチャンピンっていう人、24歳のなんか運動神経抜群の人だね。うん、あ、いいよいいよ、全然わかるから。うん、和道だと変換出ないんだよ。そう、テルチャンピンっつって、やれー、24歳の子ね。仲良くなってる。スケートボーダーと仲良くなっちゃった。テルチャンピンは外国人ボクサーみたいな。俺の隣にいるのがテルチャンピンなんだけど、完全にカマセイヌのさ、これ完全にカマセイヌの外国人ボクサーじゃん。私の国、水が足りない、お金ない、とても貧乏っつって、日本にはマネー転がってる。負けると知ってても戦うっつって。すごい写真写り。この写真写り笑うよね、ほんと。この写真写り。いや、ポスターありますよ。これ笑いますよ、テルチャンピンのポスター。その外国人。テルチャンピンって24歳のキャストの子なんですよ、この子。この子は大好きな。この子。はい。何？偉い。すごそうなやつだけど。大丈夫。最近人気ですね。へー、うん、そうそう。おすみ絡んでる絡んでる、うん、絡んでない いや、絡んでるでしょ、完全に。うん、解散しちゃったの。解散しちゃった。パソコンに向かって喋ってる変なやつ来たもん。自転車、スケボーが終わると自転車軍団になるんだけど、みんな自転車やってるの。自転車の人すごい。すごいよ、あいつら。くる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 回るから。あの自転車がなんか特殊なやつ。特殊なやつ、特殊なやつ。あの、前輪にもステップがついてて、後輪にもステップがついてて。ちょっと出てもいいですか。あ、楽しそう。全然全然、絡んでください。あれ楽しそう。いや、みんな運動神経もできないよ、これ。どうも、うん、だから、あの、すごい、すごいよ、みんな周回。そうそう、くるくる。そうそう、後ろ向きにも。後ろ自転車なんだよ。あの、段差があるな、そこに。あそこに、こう、バーってやったりもしてるんだよ。みんな寝てんのかな。いや、なんか異常にかすってますね。あらま。こんばんは、あれ、どうも。僕は、リアトとした、よい子です。本並べて、本をジグザグに走ってます。あ、ほら、本持ってきた。
あそこにもう一回あって。あのさ、忍者みたいなやつ知ってる？そのこういうさ、ストリートのスケボーとかストリートが忍者、あの知ってる？いや、段差とかあるじゃん。5体1つで走り抜けてパッとか行って回転したりとか、壁をこうパッ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 てよじ登ったりとかするの。ゲームとかあるんですね。いや、ゲームなんか競技があるらしいじゃん。感動するよ。みんなでこう、月で叩いてる。早くやるんだろ、すごい、ね、すごい怖いわ暴走族だラブってますよ、結構分かんないけど頑張ってください何を頑張るんだって何を頑張るんですか。あ、テルチャンピンの話か。あ、テルチャンピン。こんな感じですね。のんちゃんお風呂ガス止まったからあれで水しか出ないよ俺の家今。電気が止まり、はい、まあ水道は生きてるから。電気ついてた。電気ついてる。大丈夫。水道止まった？水道は大丈夫。そろそろ止まる。水道を止めてみた。おー、ウィリーしてる、ウィリーしてる。水道止めてみた。水道を止めてみた。あ、こんばんは。どっち読めばいいのこれ。え、これはマさんっていう小手版で、7M っていうのはあの、なんて言うんだろうな、アカウント名かな。トライパーティーさん、左側のがあれです、小手版です。今時ガス止まるってね今時ガス止まることあんの？ガス止まってますよ。ああ、そうなの、うん、お湯ひね、お湯出ないっす今日銭湯行きました。なんで今日こんなコメント出んだろう。みんなロムってんのなんなのこれ謎っすよ。お風呂入りなさいよ。なんでお風呂入らないの。顔出して。中央公園の中央公園のこれどこら辺？滝の前ですね。え、中央公園の滝の前、うん、レッドブル3本買って、あー来て来て来て、うん、何分後来るの？何分後？ドレさんにサムネいじられるから買いました。外国人やめました。そっちの方がいじられるよ。ドレさんに可愛いねっつってパコローよって言われたよ、うん、パコ赤ちゃん言葉になる、うん、パコリューのパコルデチューって言われちゃう。ドレさん出会い中だから気をつけないとダメだよ。5分後了解です。なんかリスナーさんが集まり始めた。あ、
でもポスター1枚しか持ってきてないもんね。2枚だけ。顔出してって言ってもそんな大したことないで。あれ2枚あるよ。2枚あるよ。でも荒れちゃったかな。誰だっけ。あーごめんなさい。ごめんなさい。タッチパネルだけど、え、どこ読みたいですか。ちょっと待って待って、ちょっと待って、誰誰、どうしたんですか、どうしたい感じですか。いや、はい、コメント下を読みたい感じですか。うん、どうですか。いや、いや大丈夫、大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫ですか。カマキリとか呼ばないでください、リスナーのこと。リスナーさんのことをカマキリ呼ばれしないでください。ポスター大丈夫ですよ、お気持ちだけで。せっかくだから。ポスター2枚あげたじゃないですか。はい。1枚もう1人来るらしいんで、あげてもいいですか。もちろんです。ああすいません、ごめんなさい。もちろん。あざーす。ケイコさんからあげた、はい、のんちゃんからあげて、ごめんなさい、なんかすいません、一度あげたものすいません。限り、数に限りが。けいこさん、今よいこさんがいいよって言って、うん、1枚確保しましたよ。確保しましたって言い方変だけど、僕はハイボールをお願いします。いや、めっちゃイケメンだよ。なんかね、ジャニーズ系な顔してるよ。絶対に嘘だ。いやね、でもね、ジャニーズ系って言ったけど、ちょっと古いジャニーズ系。光源氏とかその時代で分かるでしょ。分かるでしょ。言われるでしょ、でも。言われます。そう、光源氏にいそうなジャニーズ系。そう。男前は男前でかっこいいけど、ジャニーズ系なんだけど、ちょっと古い。すげえ、今、あの、後ろから聞こえてくるから、すげえ笑ってる。マスクのリスナーさん、よい子さんですね。よい子さん。早く行ったけど、一人で行ったら面白くなかったよ。そうか。うん。しょ、紹介行ってきます。行ってらっしゃい。トイレ、そこっすね。自販機あるじゃないですか。あっちがいいの？あっこです。あそこです。これすぐ紹介しようかと思って。映っちゃう。映っちゃう。ゆうちゃんいらっしゃい。彼女さんとしてた時、彼女いるよ、ここに来て。この子でしょ？のんちゃんでしょ？うん。初見で来てもよろしく、フォローしてね、ゆうちゃん。ねえ、まあでも特定が嫌なんで、やっぱりリスナーさんはリスナーさんだから、配信者じゃないからね。のんちゃんマスクするもんね。でやっぱさ、その俺らだったらハゲとかいじられたりさ、キモいとか言われてもいいけど、普通の人は傷つくじゃん、やっぱり。言われたら嫌でしょ、顔いじられる。のんちゃん別にブスじゃないよ。光源氏帰った、トイレ行った。のんちゃんイエーイ。仏さんが、仏さんはあのロアコさんのリスナーさん、うん、だけどね、あの孫子にね取り込まれる、クソつまんねえ配信者に。滝ってあの中央公園のあの広場わかる？中央公園のど真ん中の広場、ここだだっ広いところよ。わかるかな？中央公園の広場でスケボーとか自転車とかやってる。ここわかんない？わかる？トイレからコメント打ってる。わかる？ここ、OK か。これ、ケイゴさんともシャドウをやる流れになるんじゃないの？わかる？中央公園の、なんて言えばいいんだろう、ここ
滝としか言えないよ、ね、今滝止まってるからな、うん、なんて言えばいいんだろう。ど真ん中だよ、ど真ん中の広場。住んでてこのビジュアルってことは絶対俺ホストだと思うんだよね、うん、叫んでいいよ。紅歌ってじゃあ大声で、大声で紅歌ってみて。紅がどっから聞こえてくる。紅聞こえるか。ちょ、紅を大声で歌ってみて。聞こえた。くれ、くれないよ大声で歌って。和野さん、和野さんって叫んでる。アホだな、バカだな。うん、くれないが遠くから聞こえたよ、くれないが。アホでしょ。捕まるぞ、くれないよ。和野さんって言ってくる。じゃあ広場下だよ、下。くれない歌ってるよ。そっちじゃないよ。逆逆。くれない歌ってるよ、アホだな。アホだな。いいよ。下下。階段降りるのよ。ワドーさんじゃねえよ。そっちあれでしょ、あのスーパーとかあること。反対側スーパーを背にして。都庁の方に来る感じ。都庁の方に向かって、都庁の方に向かって、都庁に、うん、恥ずかしいわ。あ、のんちゃん、のんちゃん、さっきね、これもらって。はい、この子たち。油なんか。そう。超嬉しくて。優勝が芽生えだ。優勝が芽生えだ。スケボーしてる人たちの方。スケボーしてる人たちの方。なんで来れないんだ。まだ来ない。なんでわかんないんだろう。絶対わかるぞ。広場ここしかないんだから。迷子になる要素ねえぞ。そう、都庁の方に向かってきて、都庁の方、都庁の方ね。おい、七瀬さんいらっしゃい。なんで来ないんだ。さっき言ったよ、向こうにいたよね、多分。向こうだよ、絶対。警察呼ばれるよ。警察呼ばれないよ。来た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 。あれだろ、あれだろ。違うかな。違う、違うかな。スマホ持ってない。違うか。あれだ、あれだ、袋持ってるよ。違うかな。ここか。あ、違う、あれ、あれじゃない。違うかな。合ってるべ。スライドマスクしてるもん。違うかな。ヘイコさん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。叫んでるね。おイケメン、はじめまして。ワドです、よろしくお願いします。今日そこでやった、のんちゃんです。あ、ありがとうございます。おお、こんなに、ありがとうございます。時間ない。あ、時間ない。ありがとうございます。ありがとうございます。これ飲んでた。あ、ゆいこちゃん、あのケイゴ、映っちゃう。あ、どうぞ。大丈夫。席はあんま時間ない。いただきました。ステッカーいいですか。ステッカー今ないんだ。まだ、ね、そうなの、うん、ぜひぜひ。は、飾るところないと思うんですけど。あの、顔見せて。なんでリスナー同士で顔見たいの。次は時間ないんだ。また、ちょっとゆっくり。ぜひ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 。ありがとうございます。ありがとう。すいません、ゴッツです。またまた、ぜひ。この辺住んでんの、近所なの。西新宿ですか。どの辺？ちょっと待って。こ
ってさ近所じゃないですか。これさ、こうやってやった方がいいかな。あ、鼻マスク、鼻マスク、鼻マスク、これどうですか？鼻マスク。あ、なんか徳永ひでやきみたいな。誰も聞こえないみたいな。誰もいないの？誰？和道です。誰とか。あ、徳永っぽい感じだよね、目元がね。わかる、口元全然違うけど、マスクだけしてたら徳永っぽいかも、うん、違うなって。あ、違うです、うん、わかるかも。あ、ありがとうね、恵子さん、差し入れありがとう。うん外してる。なんでそんなマスク外してる。もう外して、マスクを取れって言いたいんですよ。もう外してって。 いや外さないよ。みんなマスクするよね。リスナー鉄板アイテム。鉄板アイテム。もう外れて。さらされたくないよ。なんで？なんで？ディスられたくない。ああ、自分の顔？そう。ディスられたくない。なんでマスクをするんですか、やっぱみんな。顔バレが嫌なんですか？みんな捨てるから。ほとんど見えてるよ。 あほとんど見えてるよ。ノエルみたいになってる、うんうん、ノエル。いや違う違う、あのね、これをしてるから、あの、外すのめんどくさいから。外すんだ。外すんだ。ちょっとなんか海賊っぽくなって、海賊、ジョニーデップ風、うん、海賊っぽく映る。やっぱ画面の映りちょっと違うよね、実物とね。はい、あれこっちじゃねえか。そうですね、もうちょい右に。どうですか、右によると。右によると、 そんな感じですね。あ？あとか言って。やっぱ誰なんだよ。そりゃそうなるでしょ。そう。誰？イケメンなの、何か隠した。ね、イケメンだよね。でも分かるでしょ、昔のジャニーズっていうのが。昔のジャニーズらしいよ。そう、昔のジャニーズ顔なの。バブリーな顔なの。あ、バブル時代の、その、なんか分かるでしょ、あの、萩、なんだっけ、あの、桜のさ、PV に出てる人なんだっけ、桜舞い散る中にって、あの男の人。完璧徳永。ああいう完璧、完璧徳永。完璧徳永。やっぱりいじられるんですよ。顔出したら負けですか。うん。敬語見てるとか言って。敬語はもう帰っちゃいました。うん。なんだろうね、イケメンなのにね。うん。男前だよね。うん。徳永言われて。うん。マスクしてる方が変。ああ。したいんだよ、やっぱりマスクを。うん。やっと通常に戻った。うずくまってる。大丈夫かな。死んだ。サドルがさ、ここにさなってたっけ。デンタルブースは俺飲めない。 ありがとうございます。あざーす、うん、ねえ、結構高い時計つけてたわ。シャネルの高い時計つけてたわ。うん、あれシャネルでしょ。俺の目は欺けないよ、敬語。シャネルのなんだっけな、あれ名前忘れたんだけど、
最低クラスで20万ぐらいする時計だよ。あれダイヤついてたか見逃したけど、合ってるでしょ。ダイヤついてたらね、あれマックスね数百万までいくようなね、いい時計。多分あの下の一番下のラインとかでも18万ぐらいで。ホストだな。飲んだらタバコない？ないんです。あ、いいです。あれあれでしょ、シャネルでしょ、あの時計。まあこの辺住んでんだからね、いい収入あるんでしょ。シャレーシャレー。あ、ありがとうございます。すいません。いただきます。J12 が分かんないな。シャネルかどうか聞いてんで。シャネルなんだ。シャネルなんですかね。シャネルの型番を言ってきたんだろうね。J12 なんだ。J12。アメスピ買っていこうか。え、猫も来んの？リアトツ祭り始まってる。近所にリスナー多すぎるだろ。10日に来てください。そうそうそう。なあ、でもみんな来てくれるよ。1万人リアトツの旅に出るんで。アメスピ買ってきてよ。猫近いの？この辺なの？コンビニで買ってくよ。ああ、ありがとう。何分ぐらいで来る？なんかドラえもんみたいな。伸びたみたいな。どこでもドア。どこでもドアだね。シャネルだ。J12。いくらぐらいすんの？時計いくらぐらいすんの？やば。シャネルだ。当たったわ。絶対ホストだよ。ホストかボーイかっつったらホスト顔だったから。10分ぐらい了解です。シャリレンジョ、そう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 、もう定番の場所っす。シャリの人たちがいるところって。ああ、そうか。シャリとスケボーと、早い時間スケボー、シャリで、向こうがダンサーで、ここはね、たまに一人だけね、シャドーボクシングしてるバカが現れる。そう、パソコン持ってシャドーボクシングやるバカが一人。話しただけじゃん。シュッシュッとか言って。劇団の人もいるじゃん。劇団ね、コントやってる人もいる。いや、でもね、ほんと早いよ。結構ほんと早い。スピード上がってきましたね。やばいよ、カズミちゃん、本当にやばいよ。お、来るか、のんちゃん、来るか、この野郎。いいっす、いいっす。あ、いいっすよ、いいっすよ、こっちかけちゃうんで。ありがとうございます。よし、来い、のんちゃん。のんちゃん、行けよ、おら。のんちゃん。でも、のんちゃんの蹴りめっちゃ重たかった、さっき。じゃあ、行こう。バチーン。めっちゃ重たかった。パンチだけだよ。メガネかけてんだ。メガネ。メガネ出るはず。いいよ、あざめ。おお、戻ったな。あご狙わないと。のんちゃんね、あの力入れてるよ。もっとね、握らなくていいの。もっとダラーンとして、ね、手こうやって言って。で、なんつうんだろう。のんちゃんは、こう打ってんの分かる？こう打ってんだよ。じゃなくて、パッてこう。こう。オッケー。こういう感じ？もう一回やって。左でやると。パッて、こう。パッて、こう。そう。もっと速くなるよ。近い。もうちょい離れて。その辺。おー、いいね。おお、いいね。おお、
いいよ、いいよ。右飲んじゃいけ。右も狙うんだよ。右がね、こっちに起動してるから。右フックいけ。右フック。フックはもらうな、この体勢の。フックはもらっちゃうな。フックだとガード上げとかないと。ね、のんちゃんのワンツースリー出たよ今。見た。アメスピのメンソールライトっすね。アメスピのメンソールライト。のんちゃんいいな。のんちゃんファイター目指すな。いいよ。爆走倒す。爆走。大爆走。爆走対のんちゃん。爆走ゴリラだからな。あんなダルンダルンな人に足もいいで、足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 、はい、おー、踏み込んだステップインワン、ツー、スリー近すぎるね、のんちゃん、近すぎるのんちゃんの距離、ちょっとパンツ伸ばしてみて。このくらいかな、このくらいの距離だ、のんちゃんの距離、うん、多分このくらいなんで。どのさんに近い近い近い。この距離やだな。この距離だな、のんちゃん。のんちゃんのこの距離はそのくらいの距離。お、いいね。いいね。のんちゃんいいよ。のんちゃんキレッキレだよ。のんちゃんいい動きだよ。ちょっとみんな。疲れた。のんちゃんの動き最高にいいよ。バーンバーンバーンガチャーン。のんちゃんちょっとここに立って、のんちゃんライオンどうやって倒すのかちょっとやってみて。こうやってライオンがガオーってきた。のんちゃんどうすんの。ガオーってのんちゃん来たよ。ガオーってくる。まず、うん、手紙を握ってガッて握って、うん、でクラーンってバーンバーンダチョウが来たらこうやって首長いよ。長いから。ダチョウ来たらうんって言ってでバーンってやってででこの首ひねるね。一回ひねるんだ。一回ひねってからのバーン。のんちゃん強いな。のんちゃん強いな。聞いたい今みんな。のんちゃん最強だよ。古いネタだよね。のんちゃんの中では新しい。新しい。のんちゃんテレビ見ないから分かんないですよ、ネタが。のんちゃんも教わってみたら。こうやって、前に倒れて、肩幅に開いて、前に倒れるところにパッて出る足が、そこ。で、どうだっけ。あれ？どうやって教わったっけ。後ろのかかとを浮かせる。そう。で、手を上げる。で、万歳して下ろすと、目の高さに。で、そこ。拳がちょっとね、これだと拳。握り方が多分できてない。ほんとね。正拳の握り方は小指から、この、正拳はこう、肉をこう、このゆっくり詰めていって、で、こう握るでしょ。握り込むと。ここはほら、親指こうなってるの分かる。ここにもっともっとここは出ちゃった。空手の握りなんだけど、うん、もっとね肉をこうつかギュッて掴むっていうか、そう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 。でこれを閉じると、そうでグッて閉じて、で親指でこう、もっと親指しまおうか。そう、こ
それでこれを返すと返すと。で、こう腕を伸ばした時にここがまっすぐ。これさ、こうなってたの分かる？ちょっとこれをこうすると。で、この2本もしくはここでこうボンってこうね、ボンってこう打ち抜くっていう。あ、思ってるよりもね、こう手し少ししまい気味っていうか、そう、うん、もっとここが出てるから、あの内側にこう握り込む。これで、なんとね、ここが出ちゃってここに当たるから、のんちゃんのはこうなっちゃってんだよ。これをね、こう、そうそうそう。それが中に入れた方がいい。そう、中に入れる。ちょっと出るの分かる、うん、拳だけ。これ、ここをまっすぐした時に ここだけ出るように。ちょっとここ出てるか、ここ当たってたか。そう、難しいんだよ、正拳の握り。これが空手の、うーんとね。で、親指もこうなってるの分かる、うん、これぶつけちゃうから、こう閉じる、こうな、そう、ほっと握り込んで、で、のんちゃんがこう打ってるから、手出して、手出して、こうやって手出して、こういう感じですね。こう、脇からこう、こっからこう、これが空手の正拳ですね。ドン、ボクシングのジャブは握り込まないで、軽く握って、そう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 、軽く握って、インパクトの時だけこう、ふって握り込む感じ。そうそうそう。いいね。ワン、ツー、ゆっくりやって。ワン、ツー。腰回転。左手どっち？左手がジャブね。ワンは左手。あ、え、ちょっと待って、右足出してるでしょ、左足が前で、ね、全部違うっていう。2、そう。で、1を打って、ゆっくり1を打って、ゆっくり、じゃあ、こう、肩入れて、肩、うんと、こういう感じ。1、そう。で、そ、ちょっと待って、待って、1、ゆっくり。1で止めて、それを肩をこう返す感じ。2、うん、もっと返す。うんとね、ゆっくり止めようか。で、その時に右の膝をこう回転させて、内側に。そう、いいじゃん。で、そうすると腰が切れるの分かる、こう。これでこう、こう膝をぶつける感じなんだけど、俺できてないんだけど。ワン、ツー、ワンで、その返す刀でこう反動。そう、お、綺麗じゃん。のんちゃんセンスあるんじゃないの。お、のんちゃんいいじゃん。の、アンチ来たらそれで撃退できる。これでいいじゃん。襟は良かったよ。アンチ来たらこれで。蹴り上げればね。センスあるね、のんちゃん。ワン、ツー、スリーで、蹴りで。おお、ワン、ツー、ロー。ワン、ツー、ロー。ワン、ツー、ロー。おお。もっと、もっと。のんちゃんの痛いっすよ。大丈夫ですか。結構重かったっすよ。はい、お、前ちょっと、前が近いの、のんちゃん。その辺、その辺でいい。ワン、ツー、いいよ。ワン、ツー、うまい、うまい。大丈夫、もっと、もっと思いっきりでいいよ。もっと思いっきり。お、もっと思いっきり。おお、あ、来た、猫王さんかな。あれ、猫王さんですか。やっぱりみんな、みんなマスクしてる。みんなマスクしてる。いいっす、いいっす、ありがとうございます。
いっす、はじめまして。どうも、マドです。はじめまして。あ、ありがとうございます。すいません、なんかのんちゃんとゆうこさんが。ありがとうございます。頂戴します。ありがとうございます。いただきます。すいません、ありがとうございます。いただきました、いただきました、いただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。ヨーグルトドリンク、ありがとうございます。ファミチキと、ファミチキと、ありがとうございます。水分買ってきました。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。食べてください、はい、つまみ、ありがとうございますね、コウさん。あ、ありがとうございます。すいません、いただきます。いただきました、あざーす。え、ね、コウさん近所なんですか？これ結構近いです。あ、俺アウトローなんでちょっと出れない。アウトローなの？アウトローやばい、もうエンブレム背負ってる感じだからね、見た目がね。すごいよ、もう顔、ここ傷がすごいね、コウさんはもう。やばいやばい、日本刀の傷だよ。ガチでやつだ。まずい。やばい、うん、僕なんかめちゃくちゃうまいです。全部出ますけどね。猫王さん、何きっかけで見始めていただいたんですか？いただきます。どうぞ、お願いします。いただきます。ありがとうございます。これが見たのは、はい、何だろう、店で見てて。え、店、ニコ生時代。そう、いや、自分の店で。あ、はいはいはい。見てて、はい、いただきます。もう従業員とかと見てるんですけど。おお、それきっかけです、ね、あ、そうなんですね。面白いよって言われて。あ、店の人に教えてくれたんですか？いや、嬉しいですね、ありがとうございます。うん、左の人は鮫島さんじゃないよ、ミカさん。鮫島さん、俺か。うん、俺の。すごいな、今日リアトツ3人。この時間に、うん。いただきます。いただきます。ありがとうございます。生ポー返せ。返せ。あ、すいません。すいません、なんか。俺のこと。働いてるっす。あ、かっこいい。シェゲバラじゃない。誰ですか、これ。これは、あれ、ナルタンボーナパルコ。あ、全然わかんない。あれか、あの、ジョジョのボナパルトの多分元になった人だから、多分バンドの人だ、俺の予想。違うかな。なんかそんな感じっすよ。多分そうですよね、はい、バンドの人なんですか、その人は。なんかこれ、なんか六本木ヒルズで売ってる服なんですよ、はい。地味に金持ちアピール来たぞ。貧乏です。毎日塩水飲んでます。貧乏は、あの、六本木ヒルズ行かないです。顔出してます。結構まずいんです。あ、そうなんですか。はい、なんでなんで。ここまだマイク入るから。うん、もうちょい離れないとダメ。向こうの喫煙所ぐらいだったら声入らないと思う。うん。なんかオフレコトーク始まったよ。リスナーさん同士の生命保険。のんちゃん、うまい。ファミチキ。肉まん？カレー、ピザまん。ピザまん食べてんの。のんちゃん、のんちゃん、餌をもらってホクホクだよ。なんか盛り上がってるよ、リスナーさん同士。今日なんかコメント少ないよね、なんだろうね。コメント勢が来てるから、ね、そっかそっか、そうだね。コメント勢が来てるんだ。タイムラグがあるわけじゃないんでしょ、別に普通に見れてるんでしょ。160人がだんまり決め込んでるから。お、なんだ、携帯乗った。 QR コード、あ、敬語からだ。敬語くん、敬語さんから来た。てか近所にリスナー多すぎでしょ。他にもいっぱいいるからね。合計7人ぐらいの。あ、そう。あの闇将軍に突撃した人もいるから。ぶっ殺すぞこの野郎っつって。
闇将軍まで震えてたから殺すっつってもあんたとか言ってたうん何飲むの？いちごとプレーンと、うん、いちごとプレーンあるよ。どっち飲む？どうぞどうぞ、うん、俺は今コーヒー飲んでる、うん、最近一生懸命配信してます、ね、うん。いやもう配信やらないと生きていけないんで僕は。ただ急にスロットなんでここもう超きついですよ。11万負けっすかんね。もうアホですよ。アホですよもうアホですよ。もうしかも広角ずっと打ってましたからね。いやないっすわ。広角は出ないっすよ。全然出ないっすよ。こいつ最低だ。こいつ最低、うん、こいつ最低パチンカスですよ。チンカスやろうかチンカス野郎言われたよ。チンカス野郎これ音声入ってるか分かんないけど、チンカスですよ僕は、うん、どうする。彼氏がチンカス呼ばわりされてるけどチンカス強くなってる。僕あの今16発入れてる。マジマジかしい。これちょっとやつだけど半端ない。だから毎日やると違いますよ。生では違います。自分もやってたんですけど。え、何やって12年間教師やってました。おお、あ、そうなの。確かにガタイもやんなさい。いやもう8歳から20歳まで20歳までなんで十何年前なんです。行きますか。行きます。これ怖いでしょ。これ。これどうなんだ。でも軽くやります。軽くやりますマジで。軽く。嫌なんだけど俺極真やってた人の蹴り重いから嫌なんだけど。あ、もう受けるだけにします。受けるだけ。はい、感じですよね。あ、でもやっぱ極真前傾姿勢ですねやっぱり。おお、さばき。あ、でも違いますね。ちょっとこれさ映ってない。だって顔としてダメですもんね。あ、じゃあちょっとちょっとだけちょっと向こう行きましょうか。みんな見たい。絶対見たい。ちょっと待ってください。そんなもんね。今日あの構えが違う。強いわ、うん、構えが全然違う。見たい。みんな、じゃあいつものところ行くよ。いつものところ、いつものところ来ました。ドレさんの修行の成果が出るかどうか。やっぱドレさん見てて強いっすね。いやドレさんやばいっすよマジで。俺とかもう十何年ぐらい前にやっただけなんで。はい、ちょっと待ってくださいね。これで OK？ みんなもうちょい上かな。 OK だったら手挙げて。 OK ですか？映像 OK？マスでお願いします。マスで。みんな OK？ 見えてる？見えてたら手挙げて。見えてる？見えてたら手挙げて。あれ？タイムラグすごいのかな？ラグってます？なんか誰も手挙げてくんないんだけど。見えてたら手挙げて。あれ？こんなにラグってる？ラグってるかもしれない。こんなにラグってる？みんな手挙げて、見れてたら。じゃあ、のんちゃんと鳴らしてようか。のんちゃん、来い。のんちゃん、来い。シュッ。あ、もらった。シュッ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 。あー。大丈夫。耐えてるゾンビ遅いね。ちょっとラグってるね。先に俺とやりましょう。なんでリスナーさん同士やるんだって僕あのモニターだから。もうちょい前、もうちょい前、カメラ的にもうちょい前、もうちょい前、この辺絶対に絶対に。そう、絶対強い。この構え絶対に怖いもん。こ構え怖いですよね。構えがおかしい。構えがおかしい。ちょっと前傾姿勢なんだよ。であのパンチだけやってもらっていいですか？
もうちょい前、もうちょい後ろに来てもらっていいですか。顔はダメ。この辺、ちょっと待って、聞いてない。カメラアングルとか気にしてないっていう。うん。あ、空手の打ち方だ。いや、やっべ、うん、これ強いわ。ああ、強い。これやばい。これやばい。うん、これやばい。切ってない。これやばい。蹴りもありですか。あ、いいです。いや、これやばいな。これおお重い重いおでおうまいおうまいあこれは強いわおおお強い逃げてこれ逃げないとやられる本当に。止めてるか。すげえ、これ負けるな、マジで。おお、カウンターインロー、すげえ。強い、速い、やっぱやってた人は。すげえ、何年間やってたんですか。10年ぐらいじゃないですか。やばい、コンビネーションすごい。あと10秒でやめるよ。あと10秒。強い。いや、蹴りがね、効かない。もらい慣れてる。あ、靴が。あ、大丈夫ですよ。はい、いや強い。120%強い、マジで。何もだって。マジ強い。でも入りましたよ。入りましたね。ごめんなさい。大丈夫ですか。いや強い。めちゃめちゃ強い。癖があって、はい、必ずこっち出しちゃうんですよ。はい、スイッチかけない。スイッチ？こうから、はい、必ず左から出しちゃう。はい。たまにこう右。右出さないと、はい、ここだけパンチ出すと、はい、パンと大きさにバンと打たれたり、ほっパンっていかれるんで。あれですよね。フィリオの鍵付きですよね。はい、やべえ、超強い。引かれると強い。すごい、ありがとうございます。マジ強い、蹴り。ハッチンバッチで入ってる。2人とも、ガチってやってたから、はい、これはすごいなと思うけど。直進やってる時とか、バッドリとかしてるんだ。はい、すげえ。怪我しちゃうんで、それでも。すごい。怖え、プレッシャーが。いいんじゃない。スパーリング。本当。壊れちゃう本当に。だって。すっごいっすよ。いや分かるよ。見て分かるもん。回転がすごい。絶対にできない。回転がすごいんだよ本当。圧力かけるもん。そうっすね。すごい。こうね。はい。思いっきりプレッシャーかけまくって。はい。避けちゃうもんすけど。はい。もう下がらないですもんね。下がんないで、はい、ここで。動かしてるみたいな、ボクサーじゃないんで、はい、で、もう落とすみたいな、はい、で、ここを見てるっていう、ここ、はい、ここが最初に動くんで、おー、打つとき、はいはいはい、そうすると、はい、ジャンプアンツーでしょ、はい、僕打てばいいんですか、はい、そうですね、まずまず、はい、おー、パリング打ち落とし、ね、パンパンっていけるんで、はい、でカウンター取れますよね、今の。強い、見た、みんな見た、すごくない。超足痛いもん今。あとはストリートだけです。すげえ。いや
すごかった今の。見た見た強い蹴りが見た今のんちゃんパチンパチンパチンやられたもんね。すごいね。いや俺マジでやったらほんと殺されてるよこれ。圧がすごい。これどうえ、何これ。ちょっとこっち。これやば。え、何これ。なんか入ってる。何これ。もっと入ってんじゃねえかっていう。やっぱ。大体バット折りとか日本ぐらいバーンって広がる。すごいわ。はい、じゃあ。ももこんなんでガッチガチ。ちょっとマドちゃんの師匠ね。いやいや。どれさんの。壊れちゃう壊れちゃう。本当にすごい。極真の体。これやば。これ蹴り強いわけだよね。まだちゃん。俺これ壊れちゃうって猫ボタンでやってたらこれ。いや、でも本当に勝ってるからね。まあテレチャンピでは負けないですよね。いやすごかった。マジで。これ壊れちゃうよ本当に。いやすごい。重心がぶれない本当に。そのフックの連打とかなんでそんな速かったんですか。そのコンビネーションがめちゃめちゃ速かったんですけど。和藤さんの癖ですよ。え、どういうことですか。要はこっち、はい、こっちばっか気にするんですよ。はいはいはい。だからパンって打つ。おお。はいはいはい。で止める。はい。で、和藤さんって握ると力入っちゃうんですよ。はいはいはい。だから遅いんですよ。はいはいはい。握んないでパンパン。はい。で、で打つ。はい。おお早い早い早い。みたいな感じ。ああ、何それ。軽く打つ。で、ワン、ツー、スリーで、和藤さんって3種類ぐらいしかコンビネーションないです、ないですなんですぐ分かるんですよ。読みやすい。どっから来るかっていう。はぁ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 。必ずこっちしか出ないんで、左から。そうですね、もうこっちしか練習しないです。テレチャンピング多分それ分かったら攻略しやすい。はい、ここだけもう押さえて、バチンバチン来るんで。はい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 。そうするとすぐ倒されちゃう。やばいなぁ。それは見ててずっと思ってたんですよ。え、そう、猫王さんだったら どういうコンビネーションとか、もう要は右からとかやっぱ慣れないと、はい、いろんなコンビネーションって難しいじゃないですか、はいはい、例えばこう、はい、あの白とかやってもそんな効かないんですけど、ワンツーのロー、ワンツーロー、ワンツーロー、で、どれさんが教わったコース、おかしんロー、そうですね、をもう打つ。おかしんロー難しいんですよ。難しい、入んない、入んないですよね。しかも距離難しくないですか。です、結構入るから。そうなんです、なんで、はい、なるべくワンツーで、ワンツーって蹴り、蹴りワンツーローツーで、はい、ここ打つと、はい、下手に自分の足が痛くなったりするじゃないですか、上げられて、はいはい、なんで思いっきりここから打っちゃうって、はい、この辺ですか。そうですね。で、相手バランスがグッてなる、はいはいはい、ちょっと軽く、はい、あずっとグッてなるじゃないですか。はいはいはい。その時にバチンって打つカウンターで、はぁ、そうです、そして崩して、そう、最初ワンツーロー、ワンツーロー、ワンツーロー、そう、ワンツーロー、その方が一番素人に入りやすい。ワンツーローだ。ドルさんにも言われました、もうワンツーロー、ワンツーロー。そう、それしかない。すごいね。やっぱ何年もやんないとなかなか入んないですね。カウンターも狙うの難しい。コンビネーション早いよ、バッチバチバチってくるから。あと間合いを見つけるみたいな、はい、間合い難しいですよね。で、和藤さんの場合パンと来るんで、ステップインですね、はい、そうすると俺間合い取れなくて、はい、さっき当たっちゃったんで、はい、でも大体間合い的にはこんなもんなんですよ。はいはいはい、この辺ですね、はい、ちょっといいっすか、はい、いきますよ、うん、で、ステップこれですよね。そうすると、はい、もう次の攻撃打てないんで、はいはいはい、なんで一番早いのは和田さんに前に振っちゃうみたいな。ああ、もう詰めちゃう、はい、そうすると和田さん怖くなって後ろに行っちゃうんで、はい、そうですね、そうですね。ああ、もっと近い距離でこの辺で打つんだ。この辺から打ってましたね。そうそう、だからどん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 詰めていくっていうのが、そうすると相手プレッシャー、素人にやればなるほど後ろ下がっちゃう。怖え。でも猫王さんってやるときにこっちの方がいいですか。要はこの距離ですよね。これ怖いっすよ、もらいます、怖いっすよね。なんで、はい、ここだけに集中しとくんで、
当たんないんで、はい、どんなことやっても当たんないんで、はいはい、なんでこっからバンって打って例えばこう、はい、おおっきたこれはあすげえで、はい、それでもガードして、はい、ここで打たれる場合はダンダンっていうフック、はい、これ頭に入れないとなかなか打てないんで練習しとかないとダメっすね、はい、すげえ5年も6年もやってようやく打てるかなぐらいなんで超初心者だったらどの技に特化させますかね、郷さんだったら僕みたいな。やっぱローキックっすね。ローキックまともにこことか当てちゃえばやっぱりここっすよね。10発も当たればもう動けないんで、はい、ですよ。ドルさんに教わったのがちょい裏側にこの辺に入れたんですよ。そうっすね、この辺っすね。やっぱここなんですよ。ここっす。でもこれだと若干こっち寄りに行かないとダメっすよね。ここからだとそうっすね、この辺からこういう感じですよね。そうっすね。そうそうそう。うわ、むずっ。あと、デルジャンピングが入って、はい、スカート結構下がりますね。うん、すね。カメラアングルまでありがとうございます。スカート下なんで、はい、上から、はい、バンッバンッっていう。ここか。これでも、あれですよね、聖剣の、その、この打ち方ですよね。ドルさんに教わったのは、こうまっすぐ並んだときにちょっとこの辺からって言われました。そうっすね。自分の、師範代とか、はい、世界選手権の選手とかだったんですけど、悟空みたいに速いんですよ。こう打った瞬間にクッてもう横にいるんで打てないっていう。なんかベタ足だからそのフットワークがよくわかんないんですよ。足だけでやってみる。足だけで、あのフットワークだけで、うん、動いてみてください。いや動けないですよ、それが。でなるべく後ろに行く練習の方が早く簡単っす。こうですか。そうっす。横とかだと難しいじゃないですか。むずいっす。横むずいっす、マジで。でこう、もうひたすら曲線ピポッ、ピポットっすよ。ピポットの練習しかしないんで。あ、曲線もあるんですか。あります、あります。へぇ、お、バッテリーがないって。うん、左ガード下げるとハイキック食らう。すげえな。そうそうそう。ひたすらもうここになんかこうみたいなの置いて、こう、こう、左が全部打ち払われてたもんね。そうそうそう。でなるべく背を向けない。深夜の公園でおっさんたち何やってんだって。ダンスみたいな。深夜の公園でおっさんたちのダンス始まったよね。いやこれはすごい。やり続けて、それでこうローキックみたいな。そうっす。あとはもうすね触っていいですか。ちょっと違うな。キックがやっぱ桃がすごいっすね。すげえわ。あとはこういうところっす。こういうところが、ああ全然違う、全然違う。で普段はこっちは柔らかいし、あ全然違う、ガタイが全然違います。やっぱ極真の人はここだけが異常に太かった、はいはい、ここだけが太い。はい、ヒッティングマッスルですよね、広背筋のこの。すごい。これはボコボコだわ。うん、ただ自分の場合一撃なんでですね。下段蹴りバーンって一発で押しました。奥足インローってどうやって蹴るんですか。そのそう、あの本気で蹴り込まないでモーションだけ。例えば、はい、もうこの前からだともう打てないんですよ。これ消すごいなんで。あ、大丈夫大丈夫、対処できないですあのバカ。ありがとうございます。こっちだと例えばこっちの足からだと遠くてやっぱ逃げるんで、はい、当たんないんで。そうですね。この時の場合だったら、ここしかないんで、ここっすね。そうそう。例えば、もう左だったら左、そう 右足が前に出てなんだら右足出て、はい、近くでもうそのまま、もうそのままパン、切る感じですね、ほんと。放り投げて。パンっていう感じです。こっちでも、ポッてモーションかけちゃうと時間かかっちゃう。なるほど。じゃあもう本当に当てるんだと。ポンって感じ。そうですね。なかなかやっぱでもこっち難しいっす。むずいっすよね。自分でもなかなかやんないし。
でもあれですよね、マサトとかやっぱキックの人うまくうまいっすよね、あれ。あー、やっぱ難しいんだな。あと開いてる時見てるんで、はい、こっちが開いてるからスパンって入るなみたいな。お、例えば、はい、こういう風にやられちゃうと無理なんで、うんうん、あーなるほど、ちょっとこう構えるんですね、はい、あーなるほど、こっちだと大体こうなんで。そうですよね、陰謀対策なんだこれ、はい。あー勉強になる。そうすると半分の1だ、2分の1じゃないですか、食らう場所。そうっすね、はい、面積、あ、なるほど、こういう風な理屈なんだ。そうそう、なるほど、こうやって動いていく。うわー、すげえ、すげえすげえ。戻りますか熱くなってる、格闘技バカみたいになってるやっば、つえ、いって、あ、メガネ猫さん、メガネ忘れてる。いやー、ありがとうございます、超勉強になります。いいね、強い強い。おー、極真はタフだわ、タフ、極真はタフ、本当に体の作りがね、なんて言うんだろう、がっしりしてるっつうか、太もすごかったよね。うん、やっぱそれぞれの格闘技で面白いわ。俺カバン向こう置きっぱ、うん、マジか、まあ、誰も取らねえよなもうだって自転車軍団も消えちゃったもんね、うん、あいつらやべえっつって、ね、なんか始まったっつってね駆られると完全にエスケープだよね、うんうん、いやみんないい人っすよ、みんないい人っすよ、うん、すいません、なんかね、こうさんタバコ吸いましょう。つえー、あ、いってらっしゃい。つえー、猫王、つえー、猫じゃねえなんで猫王なんすか、小手半。あ、ペット関連の仕事もやってる。あ、おっしゃってましたね、そういえば。そっかそっか、結構いろんな分野やってるんで。へえ。すげえ。テルの動きどうなんですか、見てて。速いんですけど、すばしっこいっすね。重さがない。あと見てても。反射神経いいっすよね。いいっすね。だからなんかかき回されそうで怖いんですよ、ちょっと。ただ速いっすよ、ワードさんも。マジですか。はい。なんか今受けてみて、鼻にちょこんって食らって、はい、速いなって思いました。あ、マジですか。はい、バカみたいにジャブばっかりやっちゃう。あれで思いっきし狙う、一撃狙った方が、はい、多分ぶっ倒れます。本当はドレさんに当てたくて開発した技だった。ドレさん鉄壁っすかんで、見ててやばいっす、あの親父やばいっすあの親父は鉄壁でしたよ。あの親父はやばいっす。いただきます。どうぞ。いただきます。のんちゃんもう一個いただけば。いただきます。待ってください。もぐもぐいっちゃいます。何だろう。あ、チキンかな、これ。いただいていい。いただきます。のんちゃん、ジャンクフード大好きよ。意外とあそこに車止めといても大丈夫です。大丈夫ですね。いやー、太ももすげえな。こんなんだったんですか。うん、マピー様こんなだったよね、本当にね、うん、慣れっすね。空手の人は体の作りが違う、もう受ける前提だから。あとアンディ・フグとか K-1 が本当は流行った頃で、その時に自分とかも合宿とかでもむっきち鍛えてたんで、かっこよかった。俺、僕フィリオの、まあ、鍵付きかっこいいっすね、ほんとに鈴木シルバーでしたね。あれ、誰倒したんでしたっけ、鍵付きで倒したの。バンナだったかな。ゼロムですかね。あ、バンナですよね、ゼロムネバンナですよね、多分。あれ、ちょっとバンナがパンツドラッカー気味になった。あ、そうですね。あ、ドラッカー気味っていうか、ちょっと怖がっちゃった。パンチアイになっちゃったんだよ、うんうん、バンナもすげえいい選手なんだよ。あの頃は面白かったっすよね。面白かったっす、あの時が、うん、本当に全盛期です。うん、佐竹も今はパンチドランカーになっちゃって、はい、あ、マジですか。今はもう大変ですもん。へえー、
そうだ、武蔵の前佐竹でしたもんね。あれウィースじゃないでしょ。よい子さんがコメント打ってこんなうまいんじゃない？豚まんうめえ。ニコラスペタスは大山マスターとの最後の弟子の。難しいっすよね。難しいっす。特殊ですよね。特徴的すぎちゃって。でもで16発入られて、これは無理かなって。空手は本当。極真なんて本当に直線的すぎるんで受ける前提ですよね。やばい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 。中金中金。あ、セーフ。セーフ。あ、アウト。嘘。セーフ。セーフ。うん。中金そろそろバッテリー切れるんでお疲れ様です。みんなありがとう。お疲れ。ありがとね。お疲れ。ありがとう。ラグがね、多分30秒ぐらいあるから、みんなからオツ打ってきたら終わりにする。あー、やべ、パンパンに張ってる。これ顔腫れるな、また。疲れる。うん。疲れるとすぐリンパがやられるから、俺。ここが張ってる。うん、お疲れー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。